始まりました。しゅーちゃん音です。本日ですね、オフと伊勢崎杯、最終日でございます。オフと伊勢崎には行かないで、今日はですね、オートレース成田に行ってまいりました。はい、澤さんのね、的中ボーイズ、復活ライブということでね、今日がね本当の復活の、再スタートという形でね、見てまいりました。そして今帰ってまいりました。そんな形でね、非常に盛り上がった、ところでございますが、今日はですね、旧レースから最終レースまでやっていきたいと思います。はい、ということでですね、今日もなんとかね当てたい。はい、最後までご視聴よろしくお願いいたします。20戦4台並び、内から3社目の6番の朝倉が人気となっています。ここ3番の北渡選手、白次選手よりスタート先に行く。あとはスタート3秒前、1番の北爪さんをさばくだけ。渡さん行け。しし10メートルは枠なりで出ていきました。枠なりか。外から阿部仁が好ダッシュを放った。6番の朝倉同伴からは遅れたスタート。8番の田村二郎が最後方となっています。スタート遅れ挽回になるか。枠なりでどうだ。ここは引かせるを得ませんでした。7番手変わりません。いや内が空いてる。そうしたら白杉さんのレースだ。これレースは2周目、白杉早め先頭。これはペースが上がりそうだ。そしていやきついわ。北渡瀬を突破、さらには阿部仁も北渡瀬を捉えて4番手に上がっています。6番の浅川、スタートが遅れたところからちょっと苦しい展開を強いられています。残りは4周となりました。浅香が巻き返して今6番手から5番手に上がる2コーナーです。いや篠崎さんがこれ来るな。2番の白月をしたか、独走に持ち込んでいます。2番手1番北爪粘ります。3番手が4番の篠崎、その後ろに7番の阿部仁、6番の浅香、5番手中段。残り3周、ここで篠崎が火花を散らしながら1番の北爪を突破しまして2番手上がりました。浅香選手がようやく上がってきた。外外使って3番手に上がっています。6番の浅香は今5番手の位置。残りは2周となりました。先頭は2番の白杉。いや白杉さんやっぱスタートコンセスいってるな。そこに7番の阿部仁、6番の浅香。浅香も巻き返してはきましたがまだ4番手になっている。いやだけど篠崎さんの2社が俺変えんわ。2番の白杉独走、ブルーフラッグ残りは1周。さあ2番手の水は篠崎、そして阿部、さらに浅香、この3台に絞られましたが篠崎が一歩優勢だ。阿部仁が、いやこれ浅香選手絡まなかったらまあまあ配当つくんじゃない。これ浅香となっている。浅香は4番手がいっぱいか。最終コーナー立ち上がった白杉をしたか。快勝でした。おめでとうございます。早めに先頭に立つと間違いなくペースは上がりそうです。2日目は3級2の上がり、2着がありますか。こちら2級シーソーでね、こちら1番人気ランプが消えました。問題はスタート、3秒前、木村選手が先行くか。第10レース選抜戦、スタートしました。ゼロ半枠なり、10メートルも枠なりです。スタート枠なりからダッシュをつけて外から菅野伸びきって前に出ていきました。後ろから野本のスタート構成、10戦両者を叩いていきました。勢い待ってちょっと膨らんでいるが、5番の野本が3番手をダッシュしました。6番の浦田は中段の位置になっています。やや10戦両者が厳しい展開か。野本がスタートで叩きました。野本も今日は3位走、今節の中では最もいいタイムを出しています。野本が3番手です。逃げるのはやはり菅野。菅野が大きなリードを作りました。2番手粘っている木村、3番手5番野本、その後3番栗原俊介、6番の浦田、8番松本、遅れを取って4番岩下、最後方7番の吉原恭介です。1コーナー飛び込んだ5番の野本、2番手に上がりました。木村義明3番手交代、その後ろから6番の浦田俊介、浦田が4
4番手から3番手並びかけています。木村義明を切り返そうとしている6番の浦田、浦田が3番手まで上がって残りは3周回、8番の松本康も3番手争いに加わろうとして5番手まで上がっています。先頭2番の菅野博人、完全なる一人旅となりました。3コーナーで8番の松本も4番手に上がってまいりますが、3番手浦田はちょっとまだ距離があります。残りは2周回、2番手争いは5番の野本対6番の浦田、現状はこの2人の争いとなっています。その後少々離れて8番の松本が4番手になりました。さあ2番手争いは粘るか野本、捉えるか浦田、この2人僅差の攻防となっていて4コーナー立ち上がります。ブルーフラッグ残り1周、浦田が内を狙うんですがもう一歩届いていません。5番の野本が2番手粘っています。6番浦田が3番手、さあ浦田狙えるか、しかしいけない。その後8番の松本もどうやら4番手がいっぱいに見えています。先頭は抜けました2番の菅野、2番手粘って野本、勝ったのは2番の菅野。今回2日目に勝利がある2番の筒井健太、人気の中心となっています。さあ11レースですね、ここ2号車筒井選手、落合選手より、ね、スタート先に行く、これが第一条件。スタート3秒前です。筒井さん11レース特別選抜戦一気スタートしました。ゼロ班のスタートは落合と筒井健太ほぼ枠なりスタート、その後10メートルぐらいに稲田誠也行った。3番西翔子スタート遅れ気味、3番の西翔子は28走をマークしていますがスタート後手を踏んでいます。後ろから早めに池田が来る、池田が西翔子のインコースを狙っております。池田が中段に上がってくるか、高橋もついてくる構えであります。レースは2周目、逃げる2番の筒井健太、主導権2番手1番落合、3番手が4番稲川誠也、スタートを決めています。その内側狙って5番の大月、さあ大月が入ってこられるかどうかですがちょっと前が重なっている、一旦待ちました。その後ろから池田と、おっとここで4番の稲川誠也落車転倒しています。池田が大月を捉えました。残り4周回、先頭は独走となっている2番の筒井健太であります。2番手争いは1番の落合の後ろ、池田が入ってまいりました。そして4番手5番の大月の懐に8番の高橋光入ってまいります。高橋が中段の位置に上昇か、内側からもう1回内山を狙っているが入りません。先頭独走2番の筒井健太、2番手には7番の池田、3番手1番の落合が粘る、高橋の前輪かかっている、高橋光3番手と押し上げました。1番落合4番手交代しています。ID 対決2番手争いで残りは2周回、2番の筒井健太まだまだリードは十分です。2番手が7番の池田、3番手が8番の高橋光、2番手争いは池田が一歩優勢だ、8番高橋はちょっと距離があります。前の3人抜け出した、4番手と5番の大月渡る上昇も前とは距離があります。さあ残りは1周回、ブルーフラッグ、どうやら2番の筒井健太人気に応えそうです。2番手は7番の池田、そこに8番の高橋光の追い上げでありますが、どうやらここまでが一回に見えています。4番手は5番の大月、差が広がりました。最終コーナーを立ち上がっています。2番の筒井健太一気に応えてゴール、2番手は今節2日目3日目とそのスタートスピードでかなりのインパクトを与えた若手両者、飯塚の川口と浜松の落合、人気となっています。さあいよいよ優勝戦ですね、ここ川口選手頭で勝負でございます。スタートしっかり消えました、昨日みたいな差と切ればもう大丈夫、行けよ川口、奥と伊勢崎杯優勝戦スタートしました。抜群のスタートだ川口雄二、この優勝戦でもトップスタートを決めていったが落合もついていきました。やはり行きました外枠の2人、川口落合が行った、
ハイペース間違いありません。3番手は1番の亀井がつけました。4番手2番の桜井、その後3番中山徹、そして8番の佐藤前が中段の6番手から5番手あたり2周目に入った。4番の川口ついていく、5番の落合匠、今日は思想タイム2.7まで上げてきた川口宇治が逃げています。しかし5番の落合匠ピタリとマークしています。先頭2番手ほとんど変わりません。しっかり4周回3番手、そして通る、上がってこい。1番の亀井3番手をキープ、その後ろ2番の桜井が狙っております。さあ前は2車並んできた、外から落合がプレッシャーかけるがちょっと滑っている、ニャースケが滑っている、4番の川口が先頭、2番手が落合、残りは3周、先頭2番手一滑りあった分やや上がってこい、通りました。川口が差を広げている、リードは10メートルぐらいに広がった。2番手5番の落合最接近できるかどうか、3番手ほとう間隔1番の亀井が粘って、その後2番の桜井、3番の中山、通り上がってこい、さあ遠前は同伴から前に出るのがいっぱい、6番との位置、その後に佐久間、最高峰伊藤翔馬となりました。さあぶっちぎった4番の川口が先頭、突き放しました2番手5番の落合匠、伊勢でも伊勢崎初エースの2人が先頭、2番手ブルーフラッグ、残りは1周回、3番とも1番の亀井と体勢に変化はありません。2番手を大きく離しました、4番の川口宇治先頭だ。今年6月飯塚以来、今年2回目、通算7回目優勝、はい、ということで最終レースまで見ていただきました。いや川口選手お見事でございましたね。スタート決まればやっぱり速い、そして独走力もある。ニャースケもねいい感じではあったんですけど、やっぱりこの2車抜けてました。3着目トールでちょっとね勝負してたんでね、まあ当たったには当たったんですけどね、川口選手ね、ありがとうございます。ちょっと高配当で本当良かったです。はい、ということでね、本日はシューチャーオートオフと、伊勢崎杯ですね、見事川口選手が優勝いたしました。おめでとうございました。またですね、グレードも来週から始まってまいります。またやってまいりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。そして本日も皆様お疲れ様でございました。最後にお願いです、チャンネル登録、高評価ボタンと鈴ボタンプッシュ、そしてチャリロトの新規入会をよろしくお願いいたします。